はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もテリーのワンダーランドプレイしていきます。さあさあ、まあ前回生まれたですね、このふさふさくん、ちょっとレベル上げて強くなってるかなと思いますね。まあそんなにあとレベルいくつぐらいだろう、20ぐらいかなしか上がらないんですけど、攻撃力は、はい、もう440ということでかなり強くなってくれてます。で今回も新モンスター作っていきましょう。まずはね、このスラボを、ついにまた転生させたいなと思います。スライム防具でプラス12一気に伸びますね。ってことは最大レベルも12伸びるのかな。よし、どうしよう、ちょっと鑑定書見たいかな。おおあ、でかいな、スラ防具でかい。はい、これでまずは1体目完成。もう1体がですね、この魔王の使い、こいつはあの前から持ってたあの骸骨剣士ですね。骸骨剣士とあのお姫様がいたところにミレイユがいるんですよ。そのミレイユとですねお見合いをして、はい、相手も骸骨剣士出してくれたんでこいつができました。まあね、あのコメントいただいて、はい、やってみました。ついに魔王の使い手に入りました。でこれですね、ついにこの使えるくんも配合してアンドレアルで、はてなはてな、これもちょっと待とうもうこの配合は何度やったことか今後も何回もしないといけないかも。はい、じゃあもう鑑定しに行きます。はい、鑑定書つきました。そしてちょっと言い忘れてたんですけど、あの裏作業の方でバザーのあの扉と、格闘場左ですねの扉もクリアしておきました。バザーの方はね、悪魔の騎士だったかな、ボスが。うん、こっちは全然弱かったですね。で格闘場の方はダンジョンエビだったんですけど、ボスがちょっとね仲間になってくれそうだったんですけど牧場がいっぱいで仲間にできなかったという悲しい出来事が。あいつ結構レアだと思うんで仲間にできなかったらちょっと痛かったんですけど、まあいいやと思って。はい、そんな感じで今回もやっていきますよ。あ、いますね、竜。あ、なんだこれこのスライムのなんだろう、アイコン的なところ、ハテンハテン系ってこんなのだったっけ。あー、すごいな、レベル50は確実って99までいかないのでこっちはどっちがいいんだろうな、性別。あ、メスでいいか、久しぶりに。はい、じゃあ孵化していきます。まずはスライム竜王、どうだろうな。さあどんな能力だろう過去最強であることは間違いないと思うんだけど。おお、プラス12。さあ4まで来ましたよてか10とかになってきたらもうあれだな、無理だなよし、能力は、お、これは強いぞ。あ、マジか、これだったら攻撃力いくつぐらいいくだろう、4500いくかな。よし、でもう一人の方、こいつが強いかですよね。あんまり強かった記憶ないな。でもこいつあれだよな、ドラゴンクエストの1のボスだよなそうだよな、ドラゴンクエスト竜王、普通に考えたら弱いはずないんだけど。はい、じゃあ名前は寒がりで、もうね着込んでも着込んでも寒くて仕方ないみたいな顔してるんでね、連れていくかな、強いのかな。あ、まあまあどうだろう、こいついなくて大丈夫かなふさふさいなくて大丈夫かな。あ、ちょっと並び替えをして、当然こうですね、これでいけるかなはい、じゃあ今回はこの操りの扉バラモスかなのとこ行きましょう。うん、ここは多分
メタルスライムもはぐれメタルも出てこないんで、てか絶対出てこないんでマスターでレベルを上げていきたいところですね。マスターは？あれ、なんもないな、ここ。あ、生成の効果が効いてた。モンスターも出ないなって確かに思ってたけど。何もなかったら珍しいな。多分これでマスター、あいつ神父が出てくると思うんですけど。お肉、霜降り嬉しい。これでレベル上がるか。まあ上がるよな。よし。頼りは今こいつだけ。11か。11だったら2、3しか上がらないんじゃないか。伸びはまあまあですね。あれ？え？そっかそっか。あいつ100ぐらいか。くそ、絶対大して強くないくせに。経験値だけはいるんだよな。うわー、これ食らいたくないよ。うわ、襲いかかってきた。え？は？弱っ。最初だから弱いな。何スクルトしてんの？どういうこと？普通にあれよ。ガンガン行こうぜでスクルト打つっていうのもよくわからんけどな。お、これでレベル上がるかな？あ、スラボーが。スラボーの方が。まあ、スライムらしい上がり方だな、今のところ。くそ、初期能力でやっぱり頑張るしかないのか。こいつは？MP 重視か。こいつでも回復系の技覚えてたっけな。怪しいな。あ、ここに穴あるけど。開いていた。さあ、回復して。あんまり強いの出てこないかな。レベルが低い。おー。ヘルパイレツって水系かな。レアなんだよな。まあ、いらないけど。今、あんまりいらないんだよな、結構、牧場が詰まってしまってるんで。お、どうした、どうした。ちょっと、やばいかも。やばいかも。どうした。え、誰が撃ったの。え、誰が撃ってんの、これ。ちょっと、こいつで頑張ってもらおう。自分に。バイケルと打って。よし、大丈夫だな。会心の一撃怖いな。なんだ？なんか来てるな。なんかいるぞ。召喚されてる？なんかいるんだよ。バズーいる。バズーいるぞ、これ。まずいな。何かばってんの？何かばってんの？何かばってんの。バズーはかばわんでいいけどな。うわぁ、何こいつら。なんだこいつら。強い。めちゃめちゃ強い。頼む。バズーも。バズー。よし。あいつあれあいつ。ズシだズシ。まずいな。強いな。ズシがパフパフしてきてる。あー、やばいやばい。え、これバイキルとかかってないのか。ちょっとガンガンにさしといて。これまずいな。よし。いや、でもあいつ全然あれじゃないから。うわ、バツバ、なんだ。あ、しまったしまった。普通にやってしまった。ギラーギラー、くそ、つえーこいつら。命令させろ。まずはバイキルトだ。あ、でもあいつスクルトですげえあれだから強いな。勝てなくない？勝てなくないか。とりあえずザオリック。うわー、なんかパフパフ。地獄。本当の地獄だわ。これかな。これしかないよな、もう。こいつが、ベホマラ撃ってくんだよな。あれ？あいつなんか消したぞ。
せっかくスクルトかけてたのに。いやもうこいつらがボスでいいわ。泣きたくなるな、このコンボ早すぎたか。着実に集中して。こいつほんとほんと悪いわこいつ。てかバーツーが強いな。くそ、バーツーバーツー。ちょっとこれはボス戦レベルの、うわーマジかマジか。ちょっと倒す術がないな、これ。あ、マジで？あ、マジで？なんだこいつ。いや、ちょっと読み替えといてもらわないと。バツー、ちょ、あいつどうにかしろよ。どうにかしてくださいよ、あいつ。MP 切れないか。ファンキー。ファンキーよ。強いんだよ、ファンキー。こいつがめちゃくちゃ強いんだよ。こいつらも命令で防御で魔人しかない。よしよし。いやまさか魔人斬りで、しかも3500かよ。お、10上がったぞ、1ポイント。いいよ、もう20ぐらいまでいかないかな。もう1ポイント上がりいいな。どんどん上がって。眩しい光か、稲妻か。稲妻いらんな。いや本当に20は上がりそうな。刃の防御はいらんだろう。眩しい光かな。サミダレ、ベギラマかな。あ、ようやく止まった。あ、こいつが危険を使えるようになれば相当戦いやすい。どうした。おお、6か。よし、これである程度安定して戦えるかな。まあそうでもないか。はい、じゃあこんな感じでこのダンジョンも攻略していきます。はい、26回まで来ました。でね、こいつらの強さもはいそこそこレベル上がったかなと思います。やっぱりほとんどマスター勝負でレベル上がってますね。だいたい1万ぐらいくれるんで、はい、ちょっとこいつの魔法が弱いんですけど、そこがどうなるかなって感じで。でもいけるだろう、バラモスでしょ。よし、ついにここまでたどり着いたか。哀れなる者どもよ、この大魔王バラモスを倒そうなどとは身の程知らずめ。ここに来たことを悔やむがよい。結構喋るな。二度とのこのこと現れるようにその腹渡を引きずり出し食らいつくよ。マジで、うわー、おじいちゃん。おじいちゃん、ほんとか。まあスクルとバイキルと、んー、あんまりやることないけど魔人斬りかな。んー、左。あ、スクルといいかもな。スクルと打ってもらおう。で魔人で、ちょっとメンバー弱いかな。左。なんだ、メラか。まあ普通に攻撃で、魔人で。まあ攻撃は普通に通るな。魔人斬りなんでこんな当たらないの。てか普通に攻撃してきてるぞ。なんだ、マヘアドとか得意じゃなかったっけ。普通に攻撃ばっかしてくる。これでいいのかな。
あれ硬いのか、バイキルとしてこのあれか強いんだな。じゃあメラゾーマ、魔人斬りでいくか。これで、あ、なかなか当たれないな。あ、メラゾーマ効くから多分この魔人斬り、メラミこれでいいかな。よし、岩石、まあ、そんなダメージじゃないけど、どうするかな。マジ切り、ちょっと回復させるか。バイキルと終わって防御かな。まあ死んでもザオリクありますからね。どうした急に、どうした、どうした急になんで、なぜ急にそんなことしてきた。なんで今まで打てなかったんだろうなよくわからんな。サムガリは普通に攻撃でいいな。あ、こっちがメラゾーマ打ってもらった方がいいか。やはりこのパーティーは本来だったら楽勝のはずなんだけど。ベギラマ？ヨナズ、なんか急に強く急に強くなったけど、なんだこいつ。ベホまず打つか。 MP はたくさんあるからな本気になったのかな。あいつメラミ打たないな、無能だな。自分で操作しよう。いくらでもベホマズは打てるぞ。いいよな、我慢比べになってきた。全身全霊。メラミとメラゾーマの差がでかいんだよな。こんなもんか。ジゴスパーク、クソ死んだが。ただあいつは、こいつは火力になってもらえないと。頑張れ。うわ、攻撃強いな。ザオルクで。いくつあるんだまあまあまあ。こいつが回復を覚えてくれてたらな。寒がり。厳しいな。あれでだいぶいっちゃうかな。まずい、 MP もなくなってきてる。相手もずっとその格好で大変だな、片足。さあもうそろそろ死ぬだろう。言って5000ぐらい与えてるよ。どう強いな。なかなかだな。くそ、マージンがな。全身全霊弱いかな、力の限り。まだか。MP なくなりそう。ベホマズはほんと強い。まだまだか。使っていくか。命大事にしといて。これ結構高いからな。バギーとバギマ8 8。ダメだな、ちゃんと命令しないと。効率的な動きはできないよ。メラゾーマで使わなきゃよかったどうした、意地っ張りか純粋無垢にちょっと自分の弱さに気づいたまあ大した経験値じゃないかな。精神統一精神統一いらんわ。
バカなこのバラモスが自分のことを名前で呼んでるんだいやー、やはりちょっとモンスターが弱くなると大変ですね。まあ言うこと同じだろうでも最初のあのマスター勝負の方が苦戦した気もするな帰っていったか。よし、はい、ということで今回も無事クリアできましたね。いや新メンバーがねちょっと弱かった。まあこういう あれさすがリオですね。もうスラボーの能力を抜きにかかってるレベルは半分ぐらいなんですけど、いやスラボーもっと頑張ってほしいな最初は強かったんだけど、やっぱりレベル上げないとまだまだですねこいつら。はい、まあね着実に、前進してると思うんで、はい、今後もこの勢いでやっていきたいなと思います。それでは今回の動画はここで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。